ははいどうもこんばんば今日はねこれインスタ 3601R ですけどこれね僕はねツイン版っていうのを購入してねこれ360度カメラと通常の 4K モジュールっていうのをついてるバージョンですけどこれはちょうどねうちに届いて今1ヶ月ぐらい経ちましたので1ヶ月間ちょっとね使用してみてのちょっとした感想みたいな感じでまずね良かったところとあんまりとちょっといまいち良くなかったかなっていうところ。 があるのでそれぞれれねちょっととお話したいと思い思ますそれでは行ってみますはい、えー、それじゃあねこっからはちょっとねカメラの角度を変えてこれをねもうちょっとよく見ていきたいと思うんですけど、えー、まずいいとことしてはねこのねここれねかかっこよくないですか近くで見るとねこんな感じですけどどうでしょうかねこれめちゃくちゃかっこよくないですか このね、赤と黒のバランスとこのね 1R の R っていう部分のねちょっと赤い部分とかあとねこ,このメッシュの部分とかね全体の感じとこのレンズのね存在感っていうのかなこれがねもうとにかくかっこいいなと思ってもうね見た瞬間ベタぼれでしたねこの機能はどうこうっていうよりもこの見た目で買ったところがあります僕はね、えー、僕は見た目で買いました正直どうでしょうかねすごくかっこいいですよね でまあ当然ね、これ3つに分かれるね、ブロック上で分かれるような機能っていうのもありまして、そういう機能もね、もちろんあの斬新でいいなと思うんですけど、えー、僕がね、これの購入に踏み切ったのは、見た目とにかくかっこいいっていうのが1つ目の、えー、理由です、えー。2つ目はね、やっぱりこう値段ですよね。値段がとにかく安かったと。 これ僕が購入したのはこれねツイン版ってやつで 4K モジュールと360度モジュールっていうのがセットになった一番オーソドックスなバージョンですねそれが59,400円とまだね発売してないんですけど1インチ版っていうのもあります1インチ版っていうのはものすごいでっかいね1インチのセンサーを積んだモデルということでまあアクションカメラにしてはセンサーサイズ1インチっていうねとんでもないサイズなのでおそらくね暗闇での撮影とかですね あとまあ画質的にもねすごくいいもんが撮れるんじゃないかなという感じはしますでその他にですねこのエキスパート版っていうのもありましてこれは360度カメラとこのね1インチセンサーがセットになったモデルですね 4K モジュールは付いてないんですけど僕個人的にはこれからね購入される場合にはこっちの方がおすすめかなと思います GoPro とか持ってないんだったら当然ねツイン版をおすすめしたいんですけど GoPro 持ってるよっていう方はこっち側のね エキスパート版でもいいいいんじゃないかなかと思います。あとねこのトリオ版っていうのもありましてこれは本当に全てのものが3つセットになっているバージョンですねこのトリオ版っていうのは 9, 9万9,000円でエキスパート版が9万2400円なんで 4K モジュールが付いてくる分これお得感はトリオ版の方がありますけど 4K モジュールはね 実際そこまで GoPro 持ってれば必要性を感じないのでまあね興味があれば買ってもいいんですけど個人的にはエキスパート版でいいんじゃないかなと思いますあとはねセットとしてはこのドローン版っていうのがあるんですよね360度カメラが1個の単体なんですけどこのドローン版っていうのはおそらくこれね真ん中からパカッとね割れるようなタイプでこ上下に3 360度カメラをつけるような形になると思います これはね、ドローンに取り付けして、えー、上下360度カメラで飛んで、この間のね、この部分を完全に映さないで、ドローンのね、視点が360度全部見えるっていうね、そういう飛び方ができるバージョンだと思います。特殊な撮影用ですよね。4K モジュールは付いてこないですけど、普通の360度カメラとして利用することもできるので、ドローンって使いたいという方は、ドローン版買うのも一つの手かなと思います。で、4K 版っていうのは、 これは通常のね、GoPro と同じような形ですよね。GoPro 持ってない方であればね、まあこれでも全然いいかなと思うんですけど、インスタ360の 1R に関しては、僕個人の意見としては、やっぱり360度カメラがすごくいいので、360度カメラを購入してほしいと。で、360度版っていうのもここにあるんですけど、これなぜかちょっと買えなくなっているのと、 360度版っていうのは52,800円するんですよね。まあそれ考えると、まあ、ツイン版買っちゃってもいいのかなっていう感じもしますよね。この辺はねちょっと買う人の状態にもよると思うんですけどこっち側ねモジュールだけっていうのも買えるので1インチ広角モジュールねこれだけはちょっとね余裕があったらちょっと買ってね。 試してみたいいなと思まます。す発売日まだ未定ですよね。1ヶ月以内ぐらいには発売されるんじゃないかなっていう感じはしますここ360度モジュールねこれに関してはねまあね他の360度カメラを知らないっていうのもあるんですけど、えー、これのね使い勝手に関してはほん,ほんとねいいなと思います360度カメラに関しては 車載でね積んだ動画でインスタ360スタジオ2019っていうやつで自由な価格を切り出して使ったものとあとは前回出した動画みたいに360度丸々撮影した状態で VR っていう形でね、えー、見てる方が自由に視点を切り替えれるようなそういうね面白い映像も撮れるとこのコンパクトなサイズで非常にお手軽に撮れるっていうのとあとはねこの360度カメラの この前側と後ろ側のレンズね、この2つの映像を組み合わせて1つの360度映像にするんですけど、ファイル自体は2つずつ、前と後ろで2つできるんですけど、実際には編集するときには自動的に結合してくれるっていう点が非常にね、いいなと思いました。実際にね、この360度カメラだけのね、 モデルだとそこそこ値段いっちゃうんでどうせならこのツイン版っていうのを買った方がお得なんですけどこっちはねあんまり使わなくてももうこれだけこの360度カメラだけでもこのインスタ 3601R を買う価値っていうのは十分にあると思いますちょっと電源入れてみますねスイッチオン はい、撮影までにこのぐらい時間かかるんですけどちょっとね GoPro と一緒にね、起動してみますかはい、えー、これね GoPro のヒーロー8ですけどこれとね立ち上がり比較してみたいと思いますじゃあ今同時にスイッチ入れますよはい、入れますはいはい、これも GoPro 取れるようになってますねはいここで取れるようになります このぐらいね、GoPro と Insta360 は今見ていただいた感じでこのぐらいね、起動スピードが変わってきます。これアクションカムとしては、まあ、つけて去って撮りたい時にはちょっとね、この起動の遅さっていうのが致命的かなと思います。GoPro は割とね、つけたらピッと撮れるんですけど、Insta360 に関しては起動して撮影できるまでにちょっと時間がかかるということで、これがね、ちょっとあまり良くないところですね。その他ね、 えー、あまり良くないところなんですけど、このね、バッテリー表示ですね。わかりますかねこれバッテリー表示。これ右上にね、バッテリー表示があるんですけど、これがね、非常にアバウトなんですよね。大体は、この電池マークでわかるんですけど、やっぱりね、詳細に知りたいですよね。バッテリー減ってきた時に実際どのぐらいなのかっていうのを知りたいっていう時はありますよね。 インジケータータ4段階ぐらいに変化するんですけどざっくりとしかねバッテリーの表示が分かんないと GoPro の画面これですけど右上に同じくねバッテリーの表示あるんですけど GoPro の場合はちゃんとねバッテリーの表示があるので割と安心してね残量を見ることができるとまあそれがね残念なところかなと思いますインスタ 3601R の良くないところもう1点あるんですけどそれがねこの専用のケースですね これの脱着がとにかくめんどくさいっていうのがあります。で、ちょっと今ね、ケースつけてみますね。まあ、こうつけまして、で、蓋閉めて、えー、カチッと。これでね、ケースがついた状態なんですけど、GoPro と違ってね、インスタ3 6 0 ONE r の場合は、このね、専用のケースをつけないと、これが使えないと。 これ使えないとね、結局アクションカメラとしては使えないので、どうしてもね、この撮影の時にはこの側のケースをつける必要があると。まあそれはそれでいいんですけど、何が問題かというと、ケースをつけた状態でバッテリーの交換がすごくやりにくいっていうことなんですよね。 僕はね、このバッテリーのドック買って充電しながらやってるので、バッテリーね、もう一個用意バッテリー持ってるんですけど、現地でこれ撮影してて、バッテリーがなくなったっていうことで、これね、取り替えたいっていう時に、この場所から取り替えればいいんですけど、やっぱ取り替えるにはいちいちね、ケース外してカメラを全部分解してから、これを付け替えて、またケースを付けなきゃあんない。これ付けなきゃあんないっていうので、やっぱその手間が何より大変ですよね。 なので、これ、もうちょっとこれね、考えて欲しかったなっていうのはあるんですけど、まあ、どうしても GoPro とね、僕は比較してしまうんですけど、GoPro に慣れてしまうと、やっぱりね、すごい楽です。これがもう直接ついてるっていうのはもう、これよく考えたなっていうくらいね、すごい楽ですよね。で、まあ、この GoPro に慣れてしまってるせいで、このケースをつけるのが非常に億劫になってしまっていると。ケースの付け替えがですね。それと、あとこのケースがあるせいで、 えー、ますますね、ここのアクセスが悪くなってると、えー。ケースの厚みでですね、余計に指が入んなくて、メモリーカードがまず抜けないと。メモリーカード取りたくても、爪が短いと全然取れないんですよ、これ。今取ろうとしてますけど。えー、ちょっとね、グッと押したらちょっと出てきますけど、こっからね、こうつまんで出せないんですよ、奥すぎて、えー。引っかかりがなくて、うまくメモリーカードが毎回取り出せないと。 これがね、非常にイライララします。人差し指の爪でねどうにかこうグッと引っ掛けながらグッとこじってこじってようやくこうやってねメモリーカード取り出せるんですけどこれがね毎回毎回ちょっとねまあメモリーカード取り出さないでねスマホとかで編集する場合は別にいいんですけど僕はね毎回これ取り出してパソコンに取り込んで編集かけるのでこれが非常に苦痛ですね。 まあこの側のケースなければ、まあ、割と取り出しやすいですけどやっぱりねつけたまんまで、えー、現地から帰ってきてポンって置いてこ,このままねパッて取ろうとするとやっぱり非常に毎回苦労すると、まあ、つまんでこう取り出せるなんかね工具でもあればいいんですけどどうにかこうにかこう毎回毎回こう苦労しながら取る必要があるとそれがちょっといまいちなところですねメモリーカード取り出しにくくてこうグイグイグイやってるとここのね 見えますかねこの蓋を支えてるこのね、細長い紐みたいなパーツあると思うんですけど、これね。これがね、これすごい負担かかるんで、これがね、なんかこう、いまいち頼りないパーツなんですよね。これ見た目ね。もしかしたらね、すいません、これね、インスタ 3601R 的には、これものすごい強度で作ってあるかもしれないんですけど、これ僕が見る限りどう見てもね、弱々しいね。 プラスチックパーツみたいに見えてしまうんで、そのうちポロッてもげるんじゃないかなってね、恐怖が常にあります。これもね、ちょっとイマイチなポイントです。例えばね、レンズを360度モジュールに変えたいっていう時も、えー、こういうふうにね、取り外してで、バッテリー外して、で、これ外して、で、360度付け替えて、 で、これをつけると。これに戻さなきゃいけないと。こういう感じでつける必要があると。はい、これで完成ですけど、えー、やっぱりね、ちょっとこの手間がめんどくさいんですよね。これ、まあね、今、家でやってるからいいんですけど、例えばね、 現地に撮影してる外とかに2つのモジュールを持ち出してって交互にね使いたいなという場合がもしあったとしたらこの付け替えの手間がやっぱりめんどくさいのでよほどのことない限りこの2つ持ってって使うっていうことがなくなりましたよね個人的にはこれですね僕はね使う場合はもうねこの360度カメラこれ固定でこれプラス GoPro この組み合わせで持ってきますね。これとこれで持っていくことっていうのがほとんどなくなりました。これがね、ちょっと付け替えがめんどくさいっていうのがとても残念なところですね。これがもうちょっとね、すんなり付け替えれるような仕様だったら、これとこれのセットだけでね、えー、僕は持っていくと思うんですけど、やっぱりどうしてもね、付け替えの手間があるので、やっぱりこういうセットになってしまうと。えー、当然これはね、GoPro 持っている人はね、おそらくこういう組み合わせになってしまうんじゃないかなと思います。 これがとても残念なところですね。はい。というわけでいかがだったでしょうか。インスタ 3601R ね、今1ヶ月使ってみての非常にね、ざっくりとした感想ですけど、お話ししました。えー、僕の感想としては、まずこの、ね、360度カメラっていうのが非常に使い勝手がいい。大満足です。まあね、僕はこれ GoPro 持ってるんで、実際にこの 4K モジュールっていうのはね、 あんまり使う機会が実際ねないんですけどまあ大体このセットでね360度カメラとこの通常のアクションカムのセットでどうしてもいってしまうとなのでねこれこのケースのね付け替えがめんどくさいっていうところが非常にね残念なポイントではあるんですけど、えー、それを差し置いてもですねこの360度カメラの使い勝手がとにかくいいと、えー、僕はこれこの点に関してはもう非常に気に入ってますのでこれからもねこれどんどん使っていこうと思います インスタ 3601R をこれからね購入したいという方は少しはねちょっと参考になったんじゃないかなということで、えー、いかがだったでしょうかこの動画がねいいなと思ったらぜひねグッドボタンをお願いしますあとねこれからもねこのインスタ 3601R に関してまあいろいろとね使い込んでねこういうのを使い込んでまたね別動画として上げていこうと思っているのでこれからね購入を考えている方も今ね 購入してこれから使おうっていう方も参考になるね動画を上げていこうと思ってるんで興味のある方はね是非ねチャンネル登録なんかもよろしくお願いしますそれではまたお願いします